Welcome back to Let's Play Trails in the Sky SC. My name is Karsten. And I believe we next need to head up here and probably run into some scenes shortly. Need to find Rain. Okay, maybe she's out here, then let me talk to this person first. I recognize one of those sprites up there. それではな、オリビエ。俺が留守の間、問題を起こしてくれるなよ。安心してくれ。この僕が愛しい君に心配をかけたことがあったかい？今更すぎて心配する気にもなれ。せめて問題は起こしてくれるな。善処しましょう。おや、君たち。ひょっとして僕が恋しくてここまで探しに来てくれたのかい？なわけないでしょ。それよりも今のミュラーさんよね。なんで帝国軍人が定期船なんか使ってるんだ？ああ、なんでも軍務でボース地方に行くそうだよ。空賊団が使っていた飛行艇があっただろう。あれを回収するつもりらしい。空賊団の飛行艇ってあの緑色の小型艇よね。でもなんでミュラーさんが？知っているかもしれないが、あの飛行艇はエレボニア製でね。それを使った空賊団は未だ捕まっていないらしい。帝国政府としては証拠を回収して犯人捜査に協力したい、そう王国に打診したそうだよ。よくわからない理屈ね。ま、空賊団がエレボニアの元貴族だったというのはあまり外聞がよろしくないからね。できれば不戦条約締結の前にうやむやにしておきたいんだろう。共和国あたりが突っ込む前にね。空賊団が元帝国貴族って、あの僕っ子たちが？あれ、知らなかったのかい？カプア男爵家といって帝国北部の少領主だったそうだよ。数年前、莫大な借金を抱えて領地を手放したそうだがね。そんな事情があったんだ。なんていうか微妙にかわいそうな連中ね。だからといって全く同情の余地はねえな。まあそういうわけで僕は見送りに来たんだが、君たちはどうして空港に？あ、実はレンを探しに来たんだけど。オリビエ見かけなかった？レン君って、そこにいるのはレン君じゃないのかい？
こら、レン、まったく、いきなりいなくなったらダメじゃない。しかもいろんな人を巻き込んで私たちから逃げたりして。ごめんなさい、だって退屈だったんだもの。あのね、百貨店で紅茶とクッキーを買ったのよ。みんなの分もあるからお願い、機嫌を直して。俺たちも結構楽しませてもらったからな。お愛子でいいんじゃねえか。しょうがないな。おこごとはこれくらいで勘弁してあげる。本当？よかったね。さてと、それじゃ一旦ギルドに戻るか。何か情報が入ってるかもしれない。うん、そうね。おや、何かあったのかい？ちょっとボース地方で事件が起こったらしくてね。で、そういえばミュラさんってボース地方に行ったんだっけ？ああ、その通りさ。詳しく聞きたいところだね。ま、ギルドに戻ったら一通り説明してやるよ。ねえ、エステル。ん？どうしたの？もう怒ってないから安心してもいいわよ。そうじゃないわ。第一、エステルが怒っても全然怖くないんだもの。言うじゃない。それじゃどうしたの？あのね、実はエステルに預かり物があるの。預かり物？しないでね。え？何これ、私に？ええ、そうよ。誰から？読んでみたらきっとわかると思うけど。そう。エステルへ。散々迷ったけれど、どうしても君に伝えなくてはならない用事ができてしまった。あんな別れ方をして虫のいい話だとは思うけど、今日の夕方グリューネモン側のアーネンベルクの上で待っている。レンも話を聞いてたからピンってきちゃったもの。これって、これを渡した人って、真っ黒い髪と琥珀色の瞳のハンサムなお兄さんだったわ。空港の待合所でエステルたちを待っている時に渡してほしいって頼まれたのよ。エステルが言ってたユシュアってお兄さんでしょ？筆跡も似ているし、間違いないと思う。夕方、グリューネモン側のアーネンベルクの上。夕方ってもうそろそろじゃない？おい、何をしてる？エルナンが各地の情報を説明するみたいだぞ。アガット、どうしよう。おい、どうした？
ヨシアか。うん、そうみたい。レンがそれらしい人から受け取ったんだって。なるほどな。いいぜ、行ってこい。え？いいからとっとと行け。他の連中には俺の方から適当に言っておく。ありがとう、アガット。それにレンも教えてくれてありがとね。行っちゃった。そんなにその人と会いたかったのかしら。ああ、だろうな。どうやって他の連中をごまかすかね。グリューネモンのハーネンベルクの上、早く行かなくちゃ。All right, well, that explains how the party split up. Let's take a look at our map. Not that map. No, one of these buttons is the map. There we go. So here... Okay, so we just head out east. Still no monsters.I am still equipped though. And just keep going east. Okay. Assuming this is the right way. Oh, well, apparently it worked. と思っておるので、最高位の多い継承権を持つデュナン・フォン・アウスレーゼだぞ。少しビールを飲みすぎたが、しかしあのライスカレーというのはなかなかの美味である。たまには庶民の味も悪くない。くそ、クローディア、それに遊撃士の小娘め、どうしてこの私があんな小娘どもの言葉に心を乱されねばならんのだ。公爵閣下のご心痛、お察し申し上げますわ。お前はリシャールの。ええ、
副官のカノーネです。公爵閣下におかれましてはお元気そうで何よりですわあまりご機嫌はよろしくないようですけど。な、何の用だ。お前たちは確か指名手配されている身では。そう警戒されると傷ついてしまいますわ。私たちはただ公爵閣下のお手伝いがしたいだけ。さあ一緒に来ていただきますわよ。エステルちゃんか？ケビンさん、どうしてここに？いない。いやあ、久しぶりやな。しかしこんなところで再会するなんて、俺らやっぱり縁が。ねえケビンさん、ここで誰か他の人に会わなかった？え？誰かって？まさかエステルちゃんもここで待ち合わせしとんの？うん。で、ケビンさんも？ああ、手紙に呼び出されてな。あ、私もだ。へへ、面白い偶然もあるもんね。せやねって、そんな偶然あるかい？やっぱり。それじゃあケビンさんもヨシュアに呼び出されて。ヨシュア？それって例の彼氏やったっけ？うん。知らんかったわ。ヨシア君って実はいい年したおっさんやったんか。そりゃ愛があれば年の差なんて問題あらへんけど、それやったら俺かて十分チャンスは。微妙に話が噛み合ってない気がするんですけど、ケビンさんは誰からの手紙で呼び出されたわけ？ああ、グランセル大聖堂に俺宛ての手紙が届けられてな。届けたのは身なりの良さそうな中年男性だったらしいけど。ヨシアは私と同い年だってば。おじさんのはずないでしょ。やっぱり？いや、俺もなんかおかしいと思ったよね。 Now, one sec here. Forgot to set my phone to vibrate. Anyway. よく言うわよ。でも、それって一体どういうことなの？もしかして。It's a trap! なんやて？マジか！人違いですって雰囲気でもなさせやな。うん、来るわ。Okay. Let's take a look at these things.So they can repair allies.
What do you have equipped? Some heals. Okay. Nothing with interrupt. Go ahead and just attack that guy for now. You, however, should have interrupt. Yeah. Cancel that art. HP. Okay, we'll just hit it for the moment. It says you can heal allies, but I haven't seen it yet. We'll be able to interrupt that in a moment. If we don't kill you right off. Oh, so close. We'll just do an attack. There we go. Is your okay? Let's just do that. That worked. Let's do it again. Oh, you're preparing to eat. Okay. Now you healed, huh? Full heal. Great. Basically full heal. Alright, let's see. Well, let's just keep doing that. Oh, nice work missing Estelle. Build some of that CP back up. Since we got the attack boost. Alright, that worked.封印区画にいた人形兵器と同じみたいやね。もっともあれとは違って最近作られたものみたいやけど。それってどういうこと？封印区画の人形兵器がアーティファクトの一種とするなら、さっきのはオーブメントで駆動する現代の人形兵器ってわけや。しかも性能は全然負けてへんみたいやね。なるほど。どうしてケビンさんが封印区画のことを知ってるわけ？
ギク。おい、何をしている？あ、兵士さん。何やら騒がしいと思ったら、お前たち一体ここで何をしていたんだ？ちょっと待って。私たちここで変な機械に襲われただけで。変な機械だと？ああ、お騒がせしてえらいすんませんでした。実は彼女ギルドに所属する遊撃士でしてな、とある連中を追って捜査中の身ってわけですわ。え？遊撃士？本当なのか？ほらエステルちゃん、ブレイサー手帳を見せてやり。あ、うん。なるほど、本物らしいな。とある連中と言ったが、一体どういう奴らなんだ？それが結社とかいう正体不明の連中でしてな、各地で妙な実験をいろいろとしとるらしいですわ。そいつらの手がかってここに来てみたら、けったいな機械に襲われたんです。そういえば司令部から結社とかいう連中について注意のようなものが来ていたな。とすると周遊道に現れたのはその結社の者たちなのか。え、ちょっと待って、周遊道に現れたって一体何が起こったの？ああ、先ほどエルベリ宮の警備本部から連絡があってな。何でも武装した集団が離宮を襲撃してきたらしい。あ、なんですって？幸いシード中佐によって難なく退けられたらしいがな。現在周遊道を封鎖してその集団を追っているところらしい。えらいことが起こったな。こりゃ俺らも一旦ギルドに戻った方がええかもな。なあ、ひょっとしたら君たちが追っている連中と同じなのかもしれない。よし、付近の警戒はこのまま我々が当たるとしよう。君たちは急いで王都のギルドに戻るといい。おおきに。ほなエステルちゃん、さっさと戻るとしようか。ちょっと。ちょっと待って、一体どういうことなの？やっぱり納得せえへん？当たり前でしょ。あなた一体何者なの？私たちの動きとか結社のこととか知ってたり、本当にただの神父さんなわけ？正真正銘七曜教会の神父やで。まあ確かにただの神父とはちゃうけどな。それってどういうこと？その説明はまた後でな。さっきも言ったけど、今はギルドに急いだ方がええ。ひょっとしたらとんでもない騒ぎが起こるかもしれん。とんでもない騒ぎって？あ、もう頭がぐちゃぐちゃになりそう。なんでヨシュアに会えるはずがこんなことになっちゃうのよ。その彼氏からの手紙なんやけど、それ本当に彼氏からか？え？うん、手紙を預かった子の話ではヨシュアとしか思えないし。その子は彼氏のことを知っとるわけやないんやな。だとしたら似たような特徴の別人を用意させた可能性もある。でもヨシュアの字に似てるし。筆跡なんちゅうものはある程度似せられるもんや。動揺しとる人間を簡単に騙せるくらいにはな。ちなみに俺が大聖堂で受け取った手紙はこれやで。
どうやら同じ種類の封筒らしいな。ちなみに手紙の中身は俺が調べていることについての情報を提供するって申してやった。ということは同じ連中の仕業ってこと？一体誰が、どうして？それは俺にもわからんわ。確実に言えるのはお互いはめられたってことやね。賢者だよ。え？何者か知らないけど、ふざけてんじゃないわよ。ヨシアを語って私を呼び出したですって？許せない。絶対に許さないんだから！いえ、落ち着き、エステルちゃん。ここで熱くなったらまさに相手の思うツボやで。とにかくギルドに戻って情報の整理をしよう。わかった。だけどケビンさんのこと完全に信用したわけじゃないわ。騙したりしたら本気でぶっ飛ばすからね。ああ、かまへんで。エステルちゃんにぶっ飛ばされるんなら本望や。惚れた女のためなら体を張る覚悟はできとるしな。な、何言ってんのよ。まったくもう調子狂っちゃうわね。なごみ系目指しとんねん。それじゃあエステルちゃん、とっととギルドに戻ろうか。うん、わかった。 All right, well, let's at least leave the building. Now I'm gonna check real quick if there's some place that sells stuff.Yeah. Don't have any of these. They heal 5,000. We'll get a couple, but they are expensive. A couple of those, maybe. Ooh, that's good. Grab some of those.All right. Okay, just wanted to be sure I remember which direction we need to come out to head back towards the guild. And I think we will take a break here. I hope you have been enjoying. If so, as always, likes and comments very much appreciated. It seemed to...On the one hand, we seem to be moving along the plot. On the other hand, we really didn't get a whole lot done this episode, seems like. We got a lot of scenes, but I don't know. But anyway, so I guess we'll head back to the guild. We'll probably be confronting people at the document signing conference. I'm sure that that's going to have something major happen there.But anyway, like I said, hope you enjoyed. A like, comments appreciated. Subscribe for more if you haven't already. Thanks for watching, and have a nice day.